ルはさ、もううじゃうじゃ可愛い子がいっぱいいるけど、もう女だったら美女なんだよね。そう、そうなの。え、口数の多いブスって言われてカズレーザーさんに。こんにちは、シエルです。今日はマジシャンのりなちゃんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、中西 YouTuber 始めたってよ、イエーイ。皆さんこんにちは、中西りなです。はい、はい、あの、はい、りなちゃんは、うん、マジシャンでもあり、YouTuber でもあり、はいはい、まあ、私もね、最近 YouTube を始めたので、私からしたら大先輩なんですけど、マジシャンデビューしたのがほぼ同じ時期なんだよね。そうで、そう、で、師匠もからくりドールさんで、はい、まあ、同じ師匠のもと、今年で10年ぐらいだよね。もうね、そうだね。うんうん、立つという。こんな感じで、あの、プロマジシャンとして活動してるんですけども、はい、そんなりなちゃんにいろいろお話を伺っていきたいと思います、はいはい、もう遡ること高校生ぐらいから本当あったんですよ。なるほど。そうなの。あのね、もともとひとみななさんがやってるミュージカルがあったの、うん、魔女伝説っていう。ひとみななさんですよ。そで、うん、その知り合いが出てて、で、私はどうしても出たくて、高校生からオーディションが受けられるってことで、まあ、受けて、そっからね、あの、マジックをやるからさ、そのミュージカルは。で、アシスタントとかもその後もやってたわけ。でも、どうしてもね、アイドルがやりたかったんですよ、私は。なのでアイドルをやるから、そのマジシャンの道は行かなかったの。え、でもその時はマジックがすごい好きだったの、うん、いや結構割と、まあ、子供の時から天陽さんのマジックとか買ってたし、そう、意外と好きだったの私。意外。そうなの、結構好きだったの、うん、でもなんかやっぱりアイドルになりたいから、うん、ちょっとマジックの道はと思って、うん、ちょっと やんなかったのね、うん、そのアイドルやりつつ、だんだんやっぱりね、アイドルは稼げない、あ、食べていけない。そう、やっぱもうアルバイトをして、もう稼げないってことで、あの、イベント会社にね、売り込んだのよ。最初、その、歌を歌ってお金をもらいたいんですけど、みたいな、その、営業回りしたいんですけど、つったら、いや、歌だと君は有名じゃないから無理だよ、みたいな。それで、マジックやったらって言われて、でも、まあ、マジックに何の抵抗もなかったわけじゃん、昔から。し、やっぱお金を稼ぎたいっていうのがあったから。また来たって感じの、マジックの。そう、なんでだろう、みたいな、そうそう。で、あ、じゃあやりますって言ってやったのが、うん、そのちょうど10年前ぐらいですね、うん、ちょうど私たちが出会った時ぐらい。そうなのよ、うん、そっから、まあ、なんとかなんとかお仕事をいただいて、うん、マジックの道で今は頑張っているっていう感じです、うん、実は私たちが出会ったその、まあ、イベント会社さんっていうのかな、うん、はい、そのマジックをやる団体、うん、あそこで師匠はカラクリドールさんに出会って、はい、まあ、そのマジシャンとしての勉強を始めたんだけど、うん、実はその時に結構女の子たちをまとめたちょっとイリュージョンアイドルユニットみたいな感じで、うん、こうやっていくのはどうみたいな話が出てて、うん、実は私たちあの同じね、そうユニットでくくられる予定だったんですよ。そう、組むはずだったんだよね。そうそうそう、チームメイトのはずだったんだけど、うん、ちょっとお互い出会った時に、いやーみたいな、そっちの色じゃないですみたいな。で、多分りなちゃんも、うん、いや、そっちじゃないですっていうことで、うんうんうん、お互いが、あの、意見が一致しちゃうんだよね。そうなの。一緒にやるべきではない。今、やっぱその判断間違いじゃなかったから。やっぱ組んでたらちょっと本当に多分やばいことになってたね。私は結構ソロでやってきた人なんだけど、うん、やっぱさ、メンバーいると大変だと思うんだよね。いや、大変だよ。やっぱ人間、そして女子が集まるのやっぱ大変。うんうん、これは女子は大変、うん。大変。で、私はまあ今ソロマジシャンでずっと来てるんだけど、はいはい、実はその当初、結構女の子たちいっぱいいて、私もね、4回ぐらいね、相方変わってユニットを結成させられてたの。うん、子が嫌で辞めたっていうことではない、ちょっと特殊な感じだったんだけど、はいはい、でもやっぱり一緒にやってる時にマジックだとどっちがどのネタをやって、うん、でしかもそのマジック道具はどっちが購入してとか、うん、やっぱね、いろいろ大変だなっていうのはその時経験して、確かに、ね、うん、で途中から私はあ、ちょっともう一人でやった方がやりたいことだったり、うん、お金とかの投資とかもやりやすいなと思って、そこからの相方がウサギになったのが私の、うん、あー、ラブちゃんだね。歌歌ってる時はやっぱ無名だから誰も見てくれないの、うん、そう、ただマジックって、うん、ほんと無名でも、うん、じゃマジック中西里奈が来ますみたいな、うん、言ったらやっぱ誰でも見てくれるんだよね、うん、
これはすごいなと思って、うんうん、本当歌やってたから分かることで、うんうんうん、こんなにまで人が集まるんだみたいな、うんうん、それも別に人物は一緒なのにマジックやるかやらないかでこんなに人が集まるんだっていう、うん、そう、それがねすごい、やっぱりあとやっぱ営業にたくさん回れることも幸せなことですよね、うん、あと受けがいいっていうか、受けがいい やっぱマジックって、うん、なんだろうね、それで現象が起こるからか、うんうん、やっぱ特殊なんですよね。そうなんです、それすごいわかる。わかる、うん。無名でも仕事がある世界というか、うんうん、私たちの仕事で、まあ、そういう営業の余興とか、うん、パーティーの余興とかだと、例えばお笑い芸人さんがいたりとか、結構そういうスターみたいな人も いるんだよね、同じ現場で。言っちゃうと向こうはスター、私たち無名みたいな。うんうん、そう、あるある。だけど同じステージ立ったりとか、たりとかした時に、これ多分無名のお笑い芸人さんとかそういう無名な歌手だと、うん、絶対こういうところで仕事っていうのはなかなか難しいんじゃないかなって思う。だけどマジシャンに関しては無名でも成立してしまうというか、うん、そうだね。あとアイドルも10年ぐらいやってたわけさ、うんうんうん、ただねテレビに出た本数はもうマジシャンになってからの方が多い。やっぱマジシャンってだけで呼ばれる機会が増える。その地上波とかもね出れるようになるから。あと、まあ、まあこれはね女子だからかもしれないけど、20歳ぐらいで始めたのかな、私20歳か21歳ぐらいの時に始めたけど、それでももうね若手とか、うんうん、美女マジシャンとか言われる。その20歳でアイドルはもう遅いわけさ、もう需要が本当にまあちょっとないじゃないのよ、うんうんうん、あのね、わかんないよ。私ダンサーやってた時に、うん、あの某有名音楽会社だったんですけど、うん、20歳に近づくにつれてもう切られていっちゃう、うん、私もレッスン費なしでね、うん、レッスン受けさせてもらってたんだけど、うん、どんどん途中からそういう待遇ももうなくなってくるというか、うん、でその時私思ったのが、オーディションとかさ幼稚園生とかと一緒にさ受けるわけダンスのオーディションめっちゃうまいわ今日キッズダンサーが、うん、でいやこれは、うん、いなってなって、もちろんさいろいろさ年齢によって受かるものとかもいろいろ、まあ身長が大事とかいろんなね条件がある中で、私もね20歳ぐらいの時ダンスやった時は、あもうこの世界でってちょっとねこう落ち込んでた時期があったというか、プロダクションに近いダンススタジオだったっていうのもあったかもしれないけど、うん、マジシャン、女性マジシャンはね結構年齢いってても若手って言われる、ね、うんうん、そうかも。あと美女っていう美女がついてくれるよね美女マジシャンになりやすいかもね、うん、アイドルはさもううじゃうじゃ可愛い子がいっぱいいるけど、うん、女性マジシャンってそんなにいないじゃん、まずそう人数がまずいないからね、うん、あと男性マジシャンも意外とイケメンマジシャンって言われててもそんなイケメンじゃないかなって思うけどいや意外とやっぱマジシャンってっていう貴重価値、もうね、なんつの、もう女だったら美女なんだよね。そうなのこの業界入った時本当に女性が少ないわけ、うんうん、だからダンサー時代の時ってすごい同い年ぐらいの人とかに対してすごいライバル心があったりしたんだけど、うん、もう女性マジシャンっていうのがあまりにも少なすぎて、うんうん、なんかこう比べようがないというか、だからなんかそういう風に周りと比べて、あ自分はちょっとダメだなとかって思うことがなくて、なんかもう本当にもうこの業界が盛り上がっていくようになるといいなみたいな感じに思って、特殊なんですよこの世界、うんうんねうん、そうだね、いやでもいいことしかなかったね、マジシャンやってあいいことだねそれは、うん、さっきさあのりなちゃんがさそのテレビ出れる回数を増えたって言ってたんだけど、うんうん、私はね結構ダンサーの時もテレビは出てたんだけど、うん、シエルっていうその自分っていう名前が出るのは、うんうん、マジシャンになった時が初めてかな、うん、やっぱりこういっぱいいるうちのダンスの一人みたいな、うん、要はエキストラっぽいテレビの出演の仕方というか、はいはいはい、たまにここしか映ってないとかもあるんだけど、やっぱマジシャンってマジックをするっていう風な形で、まあ、オファーが来ると、うん、やっぱ自分がメインになって取り上げられるっていうのはあるかな。そうですね、あれですよ、ね、うん、あのキスマイゲーム出てますから。そうなんですよ、それね、勝ち取ったんですよ
あの私一緒にオーディション受けたんですけど落ちた側です、うん、でもその前にさ、うん、あれなんだっけ光源氏なんだっけあれはね、シエルちゃん出れて、ね、私たち落ちて、うんうん、もうそこの本当に落ち込みました。落ち込んだ落ち込んだ、いやもう反省会もしたからね。あ本当番組にあったね、うん、マジシャンがからくり師匠はね平等に私たちをテレビのところにねこう出させてくれてるんだけど、やっぱりねオーディションってなるともうそこは勝負どころはねもうそれぞれが頑張んなきゃいけないので、でもやっぱそれはキャラクターだよね。そうね、いやキャラクターね結構大事だと思う、うんうんインパクトを残すのにはね、結構メディア出演してて、はい、バラエティ系が多いかな。そうですね、うんうんうん、なんか最近あれだよね、あの可愛いか可愛くないかみたいなやつ出てる。え、何？あ、そうそうそう、美人か美人か。あ、美人か美人。なんて判断されたの？口数の多いブスって言われる。カズレーザーさんに。でもマジシャンだから出れるのよ。もう他グラビアの子とかだったんだけど、やっぱマジシャンっていうのがねいないの、うんうんうん、でツイッターからオファーいただいて、すごいね、ツイッター SNS ですね。そうなのよ、皆さん。そうなの、だからね本当にオファーをもらえる機会が増えるし、うんうん、この間もココリコの田中さんと、うんうん、あの電波組、うんうん、あ電波組、電波組のねむちゃんっていう子ねの番組に出たんだけど、それもオファーで、うん、マジシャンっていう仕事はやればやるほど面白いし、なんかそういうなんかチャンスっていうのかな、うんうん、そうだね、とかもねなんかあったりするから、本当はいっぱいもっと聞きたかったんだけど、ね、ちょっと一旦ここで聞いて長くなっちゃうね。はい、というそんな感じで、まあ、りなちゃんはマジシャンとしても大活躍中です、はい、でね今日ね、まあ、撮影で会ってるんですけど、うん、あの今月一緒にねマジックショーのお仕事もあるので、ちょっとマジックのねあの打ち合わせと練習も兼ねて、はい、ね、はい、これからやります。はい、いい感じで、まあ、私とりなちゃんでシエリナショー、はい、ね、皆さんにも見てもらえるように頑張りたいと思います。ということで今日はりなちゃんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。あのりなちゃんの YouTube チャンネルもあるので下の概要欄に貼っておきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。